今日は登山靴の違いについて簡単に説明しようと思います。売り場にはローカットの靴から、日帰りハイキングっていうフレーズから山小屋、テント泊、冬山みたいな感じでいろんな靴が並んでいます。それに関してどう選んでいいのかわからないっていうお話あると思いますので、それについて簡単に説明します。まず低山用、ハイキング用だったりっていう靴なんですけれども、靴が結構柔らかいです。まあ、ねじれとかもするんですけれども、これは逆に言うと歩きやすいっていうフレーズになるので、荷物が軽かったり距離が短かったり足に対する負担が少ない時により使いやすいっていう靴になります。ただあんまり柔らかい靴だと一泊から、テント泊には行かないぐらいだけど山小屋には行きますみたいな時にやっぱりどうしても足が疲れてきてしまうっていう感覚があるので、まあある程度しっかりした靴底で、靴のアッパーっていうんですけど、この上の部分の生地もしっかりしている靴で、高さも少し高くなったりしますっていう靴を選んでいただくと、ゴツゴツしたところを歩いた時に靴が耐えてくれるんで自分の足が疲れにくくなったりします。そのためにはだんだん頑丈な靴になっていって、これになるとかなり高さが高くなるし、靴底もかなりがっしりしてきます。で、なんだったらつま先立ちもできるような感じになりますし、で、これになってくると3000メーター級の山に行ったりとか、まあテントを背負って、長い期間縦走したりとかっていうのにぴったりな靴になってきます。で、こちら、幅が細めの靴と広めの靴と、甲が薄い高いとか、と足首に合う合わないとかいろいろありますので、ぜひこちら売り場で足を通してみていろいろ試してみてください。